こんにちは、旬代理メンバーのすずです。はい、どうも、ケンティです。今日のテーマは外資系企業なんですけど、ケンティ、外資系企業って聞いたらどんなイメージあります？超激務みたいな、もう詰められまくるみたいな、すぐやめろって言われてそういうイメージではありますね。そうね、そう、はい、まあ、そう、今日の企画はですね、実際に外資企業で働いてた方々に来てもらって、低い業績の人はすぐ首を切られてしまうのかであったりとか、まあ、高い給料は本当なのかっていうところ、あとやっぱ激務っていう噂は本当なのかっていうところを聞いていきたいと思います。池上と申します。新卒で AT カーニーという外資コンサルに入ったんですけれども、当時今ほど外資コンサルは有名じゃなかったんですけど、実力主義の会社に行きたいなと思ってコンサルを選んだっていうところがあったかなと思います。ドランナと申します。 P&G に新卒で入りまして、マーケティング担当しておりました。で、その後はですね、ルイ・ヴィトングループに入りまして、そこで高級時計担当して今独立してます。外資って成果主義って本当ですかっていう質問なんですけど、日系は年功序列で勝手に役職が上がってみたいなイメージで、外資はもう実力がなきゃもう次の日には席ないみたいなイメージだったりとかがあると思うんですけど、その成果主義について丸かバツか挙げていただけると嬉しいです。せーの、分かれた。外資は成果主義かっていうことなんですけど、日系の会社に比べると、まあ、相対的にはそうかなと思って丸にしました。退職金を多めに出すから早めに辞めてくんないかとか、次のキャリア考えた方がいいんじゃないのとか、外資系一般にそういう傾向は日本企業よりはあるかなっていうような感じですね。少数制なんですね、前提として。なのでパフォーマンスが出てないと居づらいっていうのはあると思います。居づらいってのはどういう感じで居づらいんですか？稼いでないとか、バリューが出てないとかっていう風に見られることに耐えられないし、もしその人のメンタルが鋼だった場合、ずっと滞在続けることによって高級無職になることは可能なんですか？それは可能ですね。ただまあ1年半ぐらいやってると、おそらくさすがに片付けようっていう話になると思います。小井さんは日経に比べて成果で判断するかっていう問いだったら丸なんですけれども、その場で首とかそういうのがあるかっていうとないので、罰にしてます。成果主義って言うと、できない人をクビにするシステムって誤解されがちですけれども、そんなこと日本の就労規則でできないので、安心していただきたいなっていうのがあって、ちょっと罰にしたっていう意味合いが入ってます。じゃあ成果主義かどうかっていうと、やっぱり成果主義ではあるとは思います。で、それは何かっていうと、その年の自分のどれぐらい価値を出したかっていうのが全部数字で判断されるっていう意味では成果主義ですね。去年に対して売上がじゃあ 5% 減ったのでお前はクビみたいな、そんな人情のないシステムではなくって、例えばその国が不景気になっていて、そもそも経済事情で見たらマイナス 15% が妥当なところなのに 5% で踏みとどまったら偉いねみたいな話もあったりするので、去年から減ったらもうクビとか、そんな話ではないので、安心していただきたいなっていう話があります。外資は年収高いのってところなんですけど、金利イメージはバカ高いみたいな、みんな2000万みたいなイメージがやっぱありますね。せーのでお願いしてもいいですか？せーの、ダン。ちょっとじゃあ池上さんから。もちろん前提会社によると思いますけど、概ね外資系の方が年収高いかなと思います。理由は人数が少ないからっていうのがあるかなと。その具体的な数字って言えたりしますか？30代でマネージャーとかになると1500万か2000万ぐらいをもらうって感じですよね。新卒とかもやっぱ高くなるんですか？新卒はどうなんでしょうね。多分今600とかだと思うんですけど、鳥さんはどうですか？外資全体で言ったらもうぶっちぎり丸です。外資系メーカーで言うとぶっちぎり×です。メーカーはもう例外として低いみたいな。メーカーは低いですね。どうしても工場があるんで、あ、人件費が引けないんですよ。人数が必要なんですよ。なのでその分給料安いです。結構引くほど低いことがあるので、あんまり外資系メーカーを志望される方は給料は目的にして入ってこない方がいいと思います。鳥さんとかの新卒の時の給料は、はい、3年目で。消費財メーカーが低いんですか？全般的な外資の傾向として、まずトップティアって呼ばれる業界で一番人気のあるところっていうのは給料が安めです。なんでかっていうと人が来るから。セカンドティアって言われるような2位とか3位のところになってきた方が実は給料が高い。なので給料を目的にして外資系を受ける人は業界2位3位を受けた方がいいっていう話があったりします。二
人間関係ってトライなんですかっていう質問なんですけど、日系とかってなんかその飲み会行かなきゃいけないとか、はい、結構なんかウェットな感じありますよね。外資はもう家庭優先ってイメージでした、めちゃくちゃ、はい、せーの、はい、俺また分かりましたね。また分かりましたね。外資の方が海賊を大事にできるのは本当です。例えば家族がインフルエンザになったから看病するために休みますとかもできます、うん、ただ飲み会がないかっていうと会社にかなりよるイメージですね、うん、でそれはまあ良し悪し両方あると思っていて、うん、ベッドな会社だとみんなで団結力湧きやすいですし、ドライな会社だと家族を優先しやすいとか、ライフステージによって転職どうせみんなしていくので、その会社が辞めようとかいうわけじゃなくて自分のライフステージに合わせて決めていけばいいと思います。いかがですか？もう私は丸あげたんですけど、ガニもそうだし、まあ、コンサルはそうなんですけど、基本的に飲み会よりも仕事が好きな人の集まりでしたね。意外と外資ってドライって言われてるけど、ボスが人事権持ってたりするので、これは意外とあるみたいな。あ、どうですか？ありますね。会社の研修で上司の好きな色に合わせてパワポのスライドの色は変えろとか。でも外資のありがたいのは察しろとは言われないので、うん、上司の好みの色に合わせてスライドの色を変えろって言われる。明確にゴマのすり方が明確。確かに成果だけ出してればいいってイメージでした。ありましたね。逆に成果のためなら何でもしろっていう文化はあると思いますね。上司にもごますって、ごまするぐらいで成果出るならいいでしょう、うん、それで円滑に進むんならその方がいいという。英語を使えないと厳しいっていうお話があると思うんですけど、その辺どうなのかなってところをお聞きしたいです。せーの、バーン。これだけは罰だなと思って。これだけは問いさんからお願いします、はい、そもそも英語使わないと内定しないんで、社内で使うが以前に入れないからあんまり意味がないというか。それは外資企業どこもそうなんです。基本的にメーカーと外銀は絶対英語面接と英語エントリーシートがあるので、うん、できないと単に入れないと思います。ないですね、はい、英語話せないといけないのはどれぐらいのレベルとか、例えばトイックなんて。英語って根性でなんとかなる部分もあると思うんですね。例えば海外にいきなり行ってもペラペラペラってなんか話せないくせに外国の方と仲良くなってる人と辞書片手に戸惑う人がいると思うんですけど気合でペラペラっていける人は英語力としては低くても出世していきます。なんで今トイックのスコアが何点だから諦めろというよりは、今外国の方といきなり喋らされてくじけるなら諦めろが近いです。これコンサルだけですね。お客さんが日系企業で、日本オフィスが独自に日本の顧客を開拓してる場合が多くて、まあ、そうなってくるとお客さんも日本語だし日本語みたいな感じですね。外資ってどんな人に向いてるんですか？これは書くやつ。これ書くやつ、はい、準備できたでしょうか？じゃあお願いします。せーの、でーん。豊野さんが毎年バッターボックスに立つ覚悟ができる方、仕事を楽しいと学生の力を思える方で、池上さんが向上心ある人っていうところで、豊野さんからお聞きしてもいいですか？1個目の毎年バッターボックスに立つ覚悟ができる方っていうのは、野球選手って年俸交渉して、まあ、今年はいくらの報酬が欲しいです、その代わりこれぐらい成果出しますっていう形で契約して、それで球団に所属して成果を出していく。でこれ外資の働き方とすごく似てると思います。いい意味で言うと、まあ、その実力があればものすごく高い年収をもらえます。悪い意味で言うと、また交渉しなきゃいけないのかという気持ちにはさせられると思います。特に外資は転職も多いんで、転職していくと毎回毎回給与交渉するわけですよね、転職先と。っていうのが、まあ、ちょっと辛いところでもあります。で2点目の仕事が楽しいと学生のうちから思える方っていうのは、外資系に最終的にいらっしゃる方って勤勉な人が多いです。で勤勉っていうのは、勉強を一生懸命やっているというよりは、勉強が楽しくてしょうがないからやってるとか、仕事が楽しくてしょうがないからやっているっていう人がどうしても多いです。そのメンタリティの中で自分もなんとなく生きていくっていうことを考えると、自分もある程度その仕事が楽しいと思えるぐらい向いていないといけない。なるべく早く帰りたいとか、少しでも長く寝ていたいとか、もう家族第一でそのまま生きていきたいっていう人は、会社にまず応募しない方がいいんじゃないかなと思う時はあります。前提、まあ、ヨーロッパとアメリカでも違うんで、アメリカンカンパニーの場合ですね、もっと活躍したいっていうね、向上心がある人がどんどん競い合って高め合ってしのぎを削ってる場所っていう感じですね。会社で働いてみて良かったこと、これを教えてほしいです。なんかちょっと風紀を乱すと下々のものが現れて、君は結局結果出すことそれだけです。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。